悩める主人公をうまく操って自由へと導きましょう。新しくストーリなんだ。誰だ。さ、落ち。足場がし、方向をパッ。よし。よ。A ボタン、石をまた。操作をやり、はっ、よっ、よし、よっ、はっ、よし、よし、よっ、よし、ゲット、ふっ、よし、ゲット、石は無闇、崩れ、石を闇、まずは、よし、ゲット、ふっと、よし、ゲット。大事なこと、そのい石は、まし、変はよっ、ふっと、ふっと、よっ、ふっ、はっ、よし、ゲット、ふっと、ふっと、よし、ふっと、石で変、動かれ、よし、とにかく音、おあれ、よし、ゲット、よし、ゲット、よし、ゲット。出れるってことか。おめでとう、完璧じゃないか。これで地下墓地は終わりだ。これは明日の夜にまた会えるのが今から楽しみだ。ねえ、聞いてる？ねえってば。ちょっと聞いてんの？ああ、うん。なんか疲れているみたいだけど、大丈夫？さっきからぼーっとしてるし。ああ、ごめん。仕事朝からだったから。
それより手当とかは出んの？手当？休日出勤のに決まってんでしょ。まあ、いや、特には。特にはってつくこともあんの？いや、ないけど。ないんじゃない。ほら、2個。なあ、キャサリン、死ぬ夢とかって見たことある？死ぬ夢？死にかけたとか？いや、死んでく夢、殺されてくとかでもいいかな。ないかな。殺す夢ならあるけど。え？君らしいよ。何それ。ねえ、私たちさ、何年目だっけ？え？そういや、何年になるんだ。長いから分かんなくなってるよ。あー、どうだったっけ？こっちが聞いてんのに。最近さ、やたら親が電話してくんの。どうしてんだって。へえ。もう年だし心配みたいでさ。仕事忙しいのは分かってくれてんだけど。うん、別に今のままで楽なんだけどな。まあ、なんていうか、楽なのが一番じゃん。先のことなんて分かんないっつうか。まあね。男性がまるで高齢者の孤独死のような状況で発見されたこの事件、詳しい死因はまだ特定できておらず、警察では事件と事故の両面から捜査するとしています。なお警察は始まってるから。エリコ、こっちビール2つで。はい。皆さんもさ、最近やたら。ベダーだろって普通。ねえ先輩。それってどうなの？つうか先輩は、まだ当たっちゃってくだよ。浮いている。いいって、嫌なんだよ、ああいうの。あ、それって、結婚しろって意味じゃないの？やっぱそう思う？他にないだろ？そうか、結婚な。ガキの自分からお前とも長いな。待てってジョニー。彼女との結婚嫌なのか？そうじゃねえけどさ、大事だし一緒にいたいけど、結婚はまだいいんじゃないのっていうか、わかんだろ、今がお互い気楽っつうかさ。お互い？それっぽいこと言ってたんだって。今も仕事第一ってか、もともとやりたいことやってくタイプなんだよ。知ってだろ。いつまでもそうってこともないだろう。そういうんじゃねえってん、きっと。だいたい独身の女に言われてる。俺は結婚は運命の相手とって決めてるだ。お前とは違う。今の彼女にも結婚する気はないって言ってあるんだ。運命の相手に会えなかったら？だったらする気はないね。当然だろ。さすがっす先輩。それより聞いたか、ポールの話。死んだってやつ。は？死んだ？え、ポールって、あのポール？ああ、離婚したって話は聞いてたけど、元気そうだったからな、驚いたよ。なんで死んだんだ？事故か？いや、朝部屋で死んでんの母親が見つけたらしい。朝って、それ。ああ、原因不明って話だろ。ニュースになってるな。マジっすか？明日の朝、俺たちも死んでたりしてな。Yeah, worked on them too. またでっち上げて騒いでるだけでしょ？偶然っすよ、ニュースとか。たく、ボビーは能天気だな。そういや、朝のことだけどさ、実はガキん時以来の寝小便かましたんだよね。なんだよそれ。超怖い夢見た。内容はよく覚えてないけど。うわ、お前いくつだよ。32。知ってるよ。なんか聞きたくねっす、その話。うるせえよ、マジ怖かったんだ。
おい、まだいろよ。In case anyone doesn't know, 今日帰りたくない。Don't kill the fucking birds in this room. キャサリンに来てもらえよ。昼間会ったばっかだよ。それにこんな話、また心配かけちまうし。ああ。さあ、Don't kill this guy over here either. どこがいいのかね。というか悪い。明日早いんだ。まあ、飲みすぎんなよ。つうわけっす、先輩。悪いっすけど、お先っす。一部のメールに君か。何を戸惑ってるの？早く扉に入りなよ。もう引き返せやしない。ここは罪人監獄。迷える羊が死ぬまで囚われる牢獄さ。じゃあ今夜も始めようか。